そ、どこもかしこもゾンビに荒らされているな。一般人とゾンビ？生まれてくる子、なんて名前にしようね。男の子と女の子、どっちがいい？おい、動くな！いや、ゾンビでも妊娠するんだね。子供できるって知ってたら対策したのに。はあ？でも、俺は嬉しいよ。君も生まれてくる子も絶対大事にする。ああ、あの時勇気出して声かけてよかった。おい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 、ちょ、どういうことだ。チュー、お前誰だ。お前、まさかゾンビを妊娠させたっていうのか。だったら何だって言うんだ。え、妊娠してる時にゾンビになったわけじゃなくって、ゾンビの時に妊娠させたってことか。お前には関係ないだろ。ナンパしたらついてきてくれたんだよ。違うよ、それナンパでついてたんじゃないから。ゾンビは人見かけたらついてくもんだから。彼女かなり積極的でさ、もう直でホテルよ。直砲。直砲じゃねえよ。ゾンビ相手に何やってんのお前は。朝まで激しく襲われちゃったよ。自分が何言ってんのか分かってんのかよ。とにかく銃を下ろせよ。彼女に手を出すことは俺が許さねえ。な、くそ、どうすればいいんだ。おい、お前後ろ。言わくっちゃない。早く逃げろ。やれやれ、まったくもう。早く逃げろ。満足した。お前飽きっしょ。よくそんなことができるな。キスは家に帰ってからっていつも言ってるのに。いや、絶対キスじゃなかったぞ。お前に噛みつこうとしてたぞ。え？帰ったらもっと激しいキスがしたい？キスなんかじゃ全然物足りない。これ以上ないくらいに強く抱いてほしい。それ本当に合ってるか。おい、表情と全然一致してないぞ。まったく、お前は可愛いな。んーちゅ、おい、マジでやめとけって。舌入れてないから。よくゾンビにデイブなキスができるな。おい、早く離れろ。暴れ出しそうだぞ。次こそ食われるぞ。は？もう勝手にやってくれ。